はい、こんにちは、まえちゃんねる前原です。はい、やってまいりましたね。12月24日クリスマスイブでございますね。はい、こちらのレゴアドベントカレンダーの最終日でございます。はい、このチョコレートは25日まであるので、まあ1日多いけど、まあ今日食べちゃおうか。はい、では早速ですね、前回、セカンドチャンネルの方で、18日まで開けましたので、今日は19日から24日まで全部開けていきたいと思います。はい、21か、ここね。そうだね。じゃあまず19日からいきます。あ、ルークジェダイルーク。おー、なんだろうこれ。ビークルですね。20日目ですね。はい、で21日目はあ、ストームトルバー。22日目、インペリアルシャトルかな。23日目、あ、これソリだ。23日目はソリ。おお。ということで最後の24日目は多分サンタさんだろう。誰サンタだろうか。チューバッカ。白いチューバッカ。なるほど、じゃあ作っていきましょう。はいはい、まず19日目ですね。ルークスカイウォーカーが出ましたね。うん、しかもジェダイナイトの方ですね。はい、ライトセーバーは、刃が出てるものと出てないもの、この絵だけのものがついてましたね。うん、まあこれ予備パーツだと思うんだけど、はい、はい、こんな感じでございます。ちゃんと黒い服着てますね。うん、エピソード6の時のルークです。顔反対側にするとちょっとですね、渋い顔をしてますね。はい、続いて20日目ですね。これは多分エンドアで帝国軍が乗ってたスピーダーかなーと思うんですけど、うん、多分ね。なぜかというと21日目がストームトルパーだったからです。うん、ただこれ乗っけることはできないんだけどね。うん、続いて22日目ですね。これは多分インペリアルシャトルだと思います。はい、あのベイダーとか皇帝が乗ってたシャトルね。こういう風な感じで、ただちょっとなんかね、長いんだよね。不格好ね。不格好だよねこれ。うん、一応説明書通りなんだけど、これ後ろにした方がまだマシかなっていう感じはするんだけどな。続いて23日目、こちらはソリですね。うん、うん、で後ろにですね、ちょっとだけプレゼントらしいものがあるんだけど、何やら工具が入ってますね。うん、スケートになってんだ。そうだね。なるほどね。はい、そして最後が24日目、こちらでしたね。はい、チューバッカーですね。うん、ホワイトチューバッカーでございました。はい、だからなんとなくこれはもうイエティみたいな感じだよね。白いねそうだね。まさかチューバッカー出てくるとは思わなかった。確かにね、箱にも描かれてるから僕は気づかなかった ね。 そうだね。てっきりサンタが出てくると思ったからさ。うん、はい、ということで2016年のレゴスターウォーズアドベントカレンダー、これで終了ですね。はい、これだけたくさんのレゴが集まりましたね。はい、はい、すごいすごいね。アドベントカレンダー24個。うん、残り少ないチョコレートを食べてください。はい、あ、サンタさんの顔だ。うん、23日目だね。24日目も開けちゃう。トナカイさんでした。じゃあこれも後で食べてくださいね。はい、ということで12月24日クリスマスイブでございますね。エイシン君は果たしてエイシン君にはプレゼントが届くのであろうか。ドラゴンボールみたいになってる届きますでしょうかね。届くよ。心配だね。届くよ。今年はかなりやんちゃな年でしたからね。届くよ。届く？はい、じゃあ楽しみにしてましょうね。はい、はい、ということで皆さんも良いクリスマスをお過ごしください。はい。ということで今日の動画が面白かったなとか楽しかったなと思った方はぜひ高評価、チャンネル登録、コメントいただけると大変嬉しいですね。はい、はい、今回もやっていきましょう。コメントおっとと回答コーナーイエーイ。はい、一つ前の動画ですね。はい、手打ち10分どん兵衛、うん、これの、動画にいただいたコメントを見ていきましょう。はい、本当は10分じゃなかった。そう、10分じゃなかったよね。うん、60分どん兵衛だよね、あれはね。はい、わらわらさん、お父さんに質問です。旅行どこに行くんですか？ですね、これはですね、もう間もなくしたらわかると思います。はい、日本国内ではないです。うん、海外でございます。はいはい、海外に行ってその現地のお土産を買ってきてプレゼント企画を入れたいと思ってますので、はい、ぜひ楽しみにしててください。はい、
八木講師さんだったのかな、間違ってたらごめんなさいね、はい、いつも動画楽しみにしています。元気がないとき、まえチャンネルさんの動画を見ると元気が出ます。2人に質問です。スターウォーズに登場する戦闘機で操縦できるとしたら何を操縦したいですか、だって。これは面白い質問が来たね。何を操縦したいか。パパはスレーブ1かな。あー、ちょうどここにもあるけどね、こいつちょっと変わってんじゃん。確かに。だって最初さ、こうやって座ってんのに、こうやって起き上がるときはコックピットもこうやって90度回転するんだよ。まあ、もし楽しそうだよね。うん。エイジン君はできるんだったらパパと一緒にスレーブ1を X-Wing かな。あ、パパと一緒に X-Wing ね。二人乗りじゃないからね、X-Wing はね、うん。ただ、なんだっけ、エピソード3で出てきた X-Wing にそっくりなやつは、クローンが2体乗ってたから、あれだったら乗れるね。そうだね。うん。X-Wing じゃないけど。うん。似てるね。はい。ということで、今日のですね、クリスマスアドベントカレンダー終了のコメントの回答は、この次の動画の最後にさせていただきますので、ぜひそちらも楽しみにしててください。はい。ちなみにですね、この次の、12月25日はライブ配信をする予定ですので、その次の動画、あ、もうあれだ、ちょっと別の動画が予定入ってるので、その次だ。そうだね。結構先になりますけど、コメント回答しますので楽しみにしててください。はい、はい、ということで今回は以上でございます。メリークリスマス。バイバーイ。